MC ひなといっちゃんのほのぼのラジオ。はい、みなさんこんにちは、 MC ひなです。いっちゃんです。はい、今日は、ほのぼのラジオプレゼントほの散歩ということで、今日ちょっとまたいつもと違う場所に来てます。ナングスク公園、あのね、はい、階段をいつもハーハー言いながら登ってる場所の、はい、またちょっと近くに公園がありまして、今日は坂道を行こうではないかとそういう感じです。で、これ音聞いてほしいんですけど、聞こえるかな、せせらぎ川の、これめっちゃいい音。ちょっと、ね、ちょっとじゃあ行ってみましょう。はい、ここからですね、ナングスクの跡ということで登っていきたいと思います。ちょっとね、今日は暑いんですけど風も少しあって、過ごしやすいですね。はい、いや実はね、さっき沖縄のファーストフード、A&W を食べまして、あ、どうせ紹介すればよかったですね。あ、そうだ、これまた次回ちょっと A&W、紹介しましょうか。なんだろう、ジャンクフードということで、はい、一生懸命歩かないといけないなっていう感じで。食べたので、はい、頑張って歩きましょう。はい。蝶々もほら。あ、本当だ本当だ本当だ。見えるかな。あ、ちょっと、あ、見える。上にいっぱいいる。うん。昨日ちょうど。昨日もちょっと散歩してたんですが、昨日もね、散歩したんですけど、なんとね、犬がね、野良ではなかったんですが、なんか黒い犬だったんですけども、赤い首輪をして、なんかなんだろう、チェーンが外れたっぽい感じで、来たんですね。それもしかも我々二人は普通に歩いていてですね、後ろからジャラ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 聞こえたので、なんか自転車かなんかが近づいてくるのかなと思ってみて、もうここに来たと思ってふと見た犬みたいな、な俺だけどみたいな、ね、そうで、しかもそこからずっとついてくるというね。ねえ、はい、なんだろう、なんか何かはぐれたような感じでしたよね。そうだよね。なんか途中で、かなーっていう。チェーンが外れた。あ、こっちちょっと見せたいですね。こういう感じです。今ちょっとここにちょっと登ってきた感じですけどね。ここから見るとこんな感じです。また後で上から見れるかな。で、その犬ずっとついてきて、なぜか我々を先導してですね。どっか行ったかなと思ったら必ずまた戻ってくるというのをずっと繰り返してで最後は、少しこの犬がちょっとだけなんだろう、この距離を上げたので、でちょうど曲がり道があったので、スッと二人で姿を消してですね、あの犬を撒くことに成功して、そこから逃れたと。あの犬はちょっと不思議でしたね。本当お家帰れたかな。それはありますね。でも頭良さそうだったね。なんか夏っこい感じでしたね。人懐っこい感じ。ここも橋ですね。これそこから行きますね。はい、これが。ああ、めっちゃ車でいいよ。OK ですね。これなんて読むのかな。白バラ、すいません、ちょっと読みがわかんないです。白バラ橋、これがですね、こういう感じで、わーっと、もうちょっと行ったらね、綺麗に海とかも見えると思うんで、沖縄風に行ったら、ね、あーかもしれないですね、本当にあー、いいね、涼しい、影いいね、ひんやりいいですね。見つけたんですか。え？
するところじゃないな。また後でですね、ちょっとお楽しみコーナーをできたらなと思ってですね。はい。今日はじゃあちょっと景色見ながら。昨日ね、昨日の話でちょっと面白かったんですけどね。ああ、本当に。昨日この前だった？昨日ですね。昨日はちょっと宗教。ああ。宗教観みたいなお話でしたね。なんか多分ね、伸ばしてたら、なんか、歩くね、大変かもしれない。何ですか？何ですか？検索したい。携帯で検索したいことがあるんだけど、はい、上りだから。もう息切れてますね。そう。できない。体力的な問題があると。そう。お、車が来たかな。ちょうど昨日話してたのがですね、宗教とか、うん、ちょっとこの社会通念といいますか、うん、あれどういう話からスタートしたんでしたっけ、昨日どういう話か、なんかね、うん、宗教だけの話をすると、うん、いわゆるいろいろ報道とかね、うん、90年代に衝撃的な事件があったりとか、うん、あとは、テロとかいろいろあるじゃないですか、うん、イスラム系とか、うん、そういったものが、あまりにも先走りすぎて、うん、なんか宗教イコール怖いもの的な扱いがすごい、イメージがね、それがちょっと先行しすぎてるなというようなことが話してたんですよね。でも実はそういうものではないよっていう部分で、社会でも一緒じゃないですか、なんか例えばじゃあその、グループにいる一人がすごい悪さをしたら、そのグループ全体が知らない人からしたらそう見られるけど、実はその一人だけが悪いやつでとかあるあるじゃないですか、まさにそうで、宗教一括りでやっぱ言っちゃダメだし、そもそもこの太古の昔からいろいろ宗教が出てきているじゃないですか、でその中で今みたいな科学的なものは、全然ない時代で、その中でも貧困だとか奴隷とかいろいろ抑圧されてきた時代の中で、やっぱりこのメンタルっていうんですかね、それをどうやって保つかっていう精神衛生上のもので、いろんなすごい頭の切れる人たちがいろいろ理屈をですね、揉んで揉んで、宗教にしていったわけですよね。その中でやっぱりその当時の、一般庶民の科学がないわけですよね、なので信じられるものが数字とかそういうことではなくて、何か崇拝するもので心の安定を保てるとか、家族で言えば親がいるからとか兄弟がいるからとかと似たような感じだと思うんですが、そういったところで、心の安定のために作られたという一つの側面があると思うんですね、なので宗教やれとかっていう話ではなくて、それぞれのね、イスラム教とか、ユダヤとか、キリストとか、仏教とか、ヒンドゥー教とか、いろいろあると思うんですけども、それぞれのいいポイント、そうだよね、いいとこ取り、そういった苦しい中で心の支えとなるような教えがたくさん散りばめられてるということなので、やる必要はないが、そのいい教えっていうのを探して、自分の中に取り込んでいくっていうのもありなんじゃないかなっていうことですよね。そうだよ、本当にそう思う、なんかいいとこ取りしてたのと、なんかそれぞれ良さがあるはずだから、そう自分が好きなところだけじゃなくて、別に否定する必要はないんじゃないかなと思います。そうですね。あとは、そうだよね。あとは
あのもちろん古代の人たちと会って話したこともないし、うん、どういった人たちかっていうのは分からないですけども、うん、なんだろう、やっぱ科学とか資本主義が出てきたことで、うん、もうこのいわゆる教え、うん、教えというもの、心の支えみたいなものがやっぱ同時にちょっと薄れている部分もあると思うんですよね、うん、その古代の人たちの考えっていうのが分からない中で、ただ資本主義とかそういう現代社会の中で、人間の人間力というか人間の希薄さとかやっぱり強まってるかもしれないなっていうのもあるの でそうなってくると教えとかがあったが根付いてた時代より現代はお金とかもしかしたら食べ物とか裕福になってるかもしれないけど、逆に心は削られてるんじゃないかなっていう。その当時は生活は貧しいが心は自分の信じれるものがあって、心の栄養はたくさんあったみたいな、その辺はあるのかなって、なんか勝手に妄想しますけどね。フォースチャンネルみたいな。あれフォースチャンネルね。まあまあでも本当にそういうことなのかなって思ったりしますけどね。ちょっと今涼しくなって。はい、というところでですね、まあ、本日はちょっと散歩、まあ、お散歩、ほのぼの散歩ということで、はい、すごい森の中をね、全然喋れないですね、いろいろ撮りながら歩いていますが、また、来週もこの続きで、はい、お送りしたいと思いますので、また来週というところになります。ありがとうございました。LSN プロジェクトは、いっちゃん、いなさん、またきち、たくま、マエストロあつし、みなっちゃん、またよしだいすけさん、成田ペールワン、みっちーの協賛でお送りいたしました。どうもみなさん、やんばる坂モーリーのモーリーです。やんばる坂モーリーは名護十字路徒歩1分以内にあるアメリカンレトロな酒場です。オールディーズの BGM とアメリカンな空間は、初めてなのになぜか懐かしさを感じられる店内で、おすすめは10時間じっくり丁寧に低温調理した牛タンと、店主秘伝の燻製香る自家製ウイスキーで作るハイボールは絶品です。ぜひフラッと遊びに来てくださいね。電話番号は 070-3803-7889、 070-3803-7889、 待ってます。LSM レディオは株式会社エナジックインターナショナル、南西食品株式会社、スパイスカレー研究所沖縄ごはんよしひこ、やんばる酒場モーリー、有限会社ゆい設計、味どころかにまつ、大道火災海上保険株式会社の提供でお送りいたしました。